F0 は部屋を明るくしてテレビから離れてみてくれたまえ。これはこれはミス・キラーさん、それがリアクターマイト。見事手に入れてやったぜ。お前から渡しておいてもらえるか。俺もいろいろ忙しいんでね。まだ見つからないのか。安静にするように命じたはずよ。じっとなんか。リュウさん、じっとしてなんかいられるか。俺のせいでリアクターマイトをゾウダに。今クランクが探している。それに追跡に失敗した我々にも責任はある。みんなは町の警備に回ってちょうだい。何かあったらすぐ連絡を。了解。俺も行く。リュウさん、君は病院に戻りなさい。そんな、いっちゃーん。怪我人はおとなしくおねんねしてなっちゃい。ジャック、実にワンダフル。ブラックシャドウ様にはご機嫌うるわしゅ。私めの働きご覧いただけたでしょうか。よくやった。うわー、うれぴー。なんつって何様だよてめえ、偉そうに。毎日毎日こき使いやがって。俺様は闇の帝王ゾウダ様だぞ。もう我慢ならねえ。はっきり言って俺様はてめえのことが出来れえだ。ゾウダ、ええ、プレゼント保有。これは今までのお礼だよ。アディオース。ブラックシャドウは死んだ。150年ぶりに俺様の時代が来るんだ。リュウ、ダメだからね。リュウを見張っとけってジョディの命令なんだもん。今日から全員俺様に仕えるんだ。パフェ持ってこい。特大大盛りだ。上にショートケーキを乗せてな。どうぞ。おお、早いな。うん、生きてやがったのか。うん、おお、ブラックシャドウ様。ブラックブーン。
ゾウだ。教えてやろう。私には絶対かなわないということを。お許しを、ブラックシャドウ様。リアクターマイトの本当の使い方を教えてやる。思い出の街でその力を存分に味わってくるがいい。出た、リアクターマイトの反応。どこだ。ニュートシティの仮想。俺か。いや、落ちぶれてなんかいないぞ。俺様はニューヨークの闇の帝王、ゾーダ様だ。俺様は150年前ニューヨークの闇の帝王と恐れられたゾーダ様だ。ミュートシティも手に入れてやるぜ。部下になりたい奴は今のうちだぞ。おい、これで何してる。一番乗りのお前たちには幹部の座を与えてやろう。こいつ何言ってるんだ。さあ、せーの。おわー、何しやがる。ニューヨークの闇の帝王と言われた俺様を。俺様は闇の帝王だ。帝王なんだぞ。クランク、ここか。座標では確かにこの辺なんだけど。マシンデか。そうだ、奴ならわかる。俺様が闇の帝王だってな。大丈夫か、じいさん。お、気をつけてな、じいさん。ごめん、今急いでるんだ。ちくしょう、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 ちくしょう。俺様は今新たな力を手に入れた。この町を恐怖と絶望の町に変えてやるぜ。
ク、危険だから君は竜と待機。俺も行く。その怪我では無理よ。かわいてめえなんか来たって足手まといになるだけなんだよ。ゾーダは俺の宿敵なんだ。今日こそ150年前の決着をつけてやる。150年前が何だって言うんだ。いつまでもこだわってんじゃねえ。それともお前はゾーダとの決着のためだけにこの時代に蘇ったとでも言いてえのか。お前を心配してんのが分かんねえのかよ、バカ野郎。ゾーダとの決着よりも大事なものが君にはあるでしょ。それともまだ見つからない？いいわ、一緒に行きましょう。ジョディ、この様子じゃ縛りつけたってついてくるに決まってる。それなら最初からそばで監視してた方がこっちも楽よ。違いないや。おら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 、逃げろ逃げろのウサギども。めちゃくちゃやりやがるぜ。ひどい。メル、やろう。なんて力だ。どうなってんだゾーダのやつ。は無事？大丈夫みたいだ。ルーシーたちは？こっちも大丈夫。大した怪我じゃないわ。そうだ。リュウ、行くな。やられちまうぞ。お前、俺がタフなの知ってるだろ。知ってるけどよ。大丈夫だよ。ありがとう。待ちかねたぜ、マシンデカ。そんな怖い顔するんじゃねえよ。同じ運命を背負った者同士じゃねえか。お前もこの時代で一人ぼっちだったんだろう。時に置き去りにされた孤独を誰も分かっちゃくれねえ。でも俺様ならその気持ち分かるぜ。どうだい、これからは150年前の人間同士仲良くしようじゃないの。俺は、うん、俺は確かにお前が憎かった。この時代に来てからもこの憎しみを晴らすことばかり考えてきた。嬉しいね。だが今は違う。自分のためじゃない、この時代の平和のためにお前を倒す。うん、俺はもうマシンデカじゃない。高機動小隊リュウ・スザクだ。なんだと。うん、そうだ、お前を逮捕する。うわあ、そうだ。制御装置を乗っ取られた。コントロールできない。こんな街めちゃめちゃにしてやるぜ。そうだ、飛び移るにはこれしかない。くそ、なんとかブーストファイヤーを。うん、なんだこの
パワーは。ブーストファイヤー。あ、ドクター。リュウ、驚いたか。そうさ、俺様が最強の力を手に入れたのだ。ここでおとなしく見ていろ。あの町が吹き飛ばされるのをな。やめろ、無駄だ。リュウが死んじゃうよ。なんとかできないの。無理だ、コントロールできない。さすが俺様の宿敵。バカなやつだ。素直に俺様と手を組めばいいもの。俺は過去に縛られて、いつまでも前に歩き出さないお前とは違う。俺はこの町を、仲間たちを守る。そんなに大事か。たった一人の同じ運命の俺様よりも。くたばれ。そうだ。急激な力の変化に体がついていかなかったようだ。まあいい、実験は終わりだ。なかなか面白い見物だったわ。ブレッドイヤキャプテン・ファルコン。うわー、ブラックシャドウ、てめえ。さらばだゾーダ、今までご苦労だった。ふざけるな、俺様は必ず戻ってくる。必ず。ふっふっはさっきのブラックシャドウの技、俺と同じだった。何を驚いている。私のブルーファルコンとお前のドラゴンバード、そしてブラックシャドウのブラックブルは他の F0 マシンとは違う兄弟のようなもの。同じ技を持つのは当たり前だろう。兄弟、一体どういうことだ。お前とブルーファルコンとブラックブルが兄弟、どういう意味なんだろうな。リュウ、おい、無事か。リュウさん、リュウ、心配かけやがって。リュウさん、リュウ、みんな、慣れした涙もこびりつく痛みも全てを掲げて
粒を嗅ぎたい。どんなに小さな存在価値でもマスク前だけ見据えてみせる。いつか見た違う場所をたどり着くは奇跡まで。今月の夜、摩天楼に狼の遠吠えが響く。一体どこから来てどこに消えていくのか。バレてしまってはしょうがない。その犯人は俺様だ。愛に飢えた孤独な狼、ジャック・レヴィン。そんな野獣を退治するため、ビーストマンが現れた。現れちゃったの。次回、F0ファルコン伝説ビーストハンター。君の心にブーストファイヤー。いや、今日の F0 ファルコン伝説は面白かったかな。いや、すごかったですね。あ、違う違う、確かにリュウさんの活躍はすごかったですけどね、あの宇宙で最高に美しい青い宇宙船、そうファルコンフライヤー、最高速度は全銀河1。ブルーファルコンとドッキングすることでより高性能を発揮できる優れもの。でかくて黒くて椎茸の集まりみたいな誰かさんの要塞とは違いますね。どうだ、参ったか。しかもバーカウンターなどくつろぎスペースも充実、美味しいコーヒーが飲めるってもっぱらの噂。あ、ちなみにここだけの話ですけどね、兄弟機がいるらしいんですよ。あ、内緒ですよ。それではごきげんよう。